はい、皆様聞こえますでしょうか。おおやおや、ちょっと待って、おやモデルチェンジしとるやないか。なんでなんでなんで、まあいいか、まあいいか、肩出してやるか今日あれみやぞーちゃんが、みやぞーちゃんが上着着てないバージョンになっている。なんでだこれ、なんか押しちゃったか、ツイートするときに失敗したかもしれない。かわいいですね、ありがとうございます。肩出しそう、今日はちょっとじゃこれでいこう。あんまりあんまり腕出していかないんですけど、ちょっと見るじゃん。あ、切れてた、切れてるか、どういうこと、気を押しなきゃいけない、よいしょ。こんな感じになってる。なんかタワーリブレーションも聞いてないな。まんば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 、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ビキョブスタジオくん調子悪い説、よいしょ。お、腕がめっちゃ出た。もう一丁です。ああ。なんだなんだなんだ。まあ、こんなこともあるよね。いろいろあるよ。人生いろいろ。あ、わかった。カメラの位置がおかしいの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。カメラの位置が異常なとこに来てた。そりゃそうか。そりゃキャリビューレーションも変だ。これね、あれですね、モナカくんがさっき、机の上乗ってですね、どちゃくそに叱られたんですけどね。そのせいですね、これ。あ、よかった、びっくりした。何があったのかと思った。失礼いたしました。今日の秘密基地はちょっぴりゴタゴタしております。うーん、まなちゃんのせいだ。カメラがね、すっごい、あの画面端っこ行ってた。おなちゃん、おじゃのせいです。はい、というわけで始めていきましょう。はい、本日も前回の続きということで、プリンセスピーチショータイムの続きをやっていきたいと思います。前回はね、まず剣士様、そして忍者カウガール、カウガールの次、なんだったっけ、パティシエで、探偵、フィギュアスケーターと、いろいろなお姿を見せていただきましたが、今日は一体どんな素敵なお姿が拝見できるのでしょう。ジャーボードくん、ノービデオ、ノービデオと言わないでほしい。いえい。というわけで、じゃあ早速やっていきましょう。戻るわよ、この世界に。よいしょー、とても素敵な劇場なんですが、今はグレープ劇団に乗っ取られております。あ、挨拶忘れてた。皆様、秘密基地へようこそ。秘密基地のあるじにあちる声優のみやぞーです。よろしくお願いします。おはみや、昨日ジンくん2体お迎えしました。すごい、ありがとうございます。兄弟で。ありがとう、嬉しいな。おはみやー、こんばんは。お名前、つばさくすさん、来てくれてありがとう。おはみやー、おはみやー。ではでは、ショータイムしていきましょう。
前回ね、取りっぱぐれていた、コンペイト、きらめきのもとをですね、実は、ステージリストでわかるか。1階の分は全部取ってきました。じゃじゃん、埋まってる。宿題しておきました。なので、1階の分はちゃんと、すべての、きらめきを回収しておきました。という報告でした。今日は、怪盗、あと、金、C が2回は残ってるから、とりあえず、はじめましての、怪盗マスクから行きましょう。やってみましょう。ナイス、ありがとう。大変だったよ。大変だったよ。カウガールのとこが大変だったんだよ。めっちゃやり直した。結果ね、取りっぱぐれたって気づいた瞬間に、馬の HP を全部なくすことで、そのブロックの頭からやり直させてもらうというね、卑怯な手段を取りました。お、怪盗のステージ始まりました。変なポスターがたくさん、なんだろう、街の人に聞いてみよう。強盗団怖いよ。強盗団そら怖いわ。警備強化中です。こちらへ進めません。なんとまあ、隣でコインを取ってるのは許されるかな、大丈夫かな。こんな時、怪盗マスクさえいれば。怪盗マスクは、なんだ、良い怪盗なのかな。またグレープ強盗団が悪さしたんだって。お嬢さんも気をつけた方がいい。なんだ？ん？グレープ強盗団だ！大変だ！あの先は宝石店だぞ！わあ、わかりやすい！わあ、宝石店だ！こりゃいかん！一つ残らず乗ってかれたー！大変大変！みんな元気出して！追っていこう！よしよし。みんなやる気になってくれた。一緒に行こう。そこだ！いや、飛んでくのずるいよ。翼はないのよ、こちらには。お、なんか隠れているぞ。いただき。やつらのビルは目の前なのに。ダメか。なんか下側に階段があるぞ。あのライトを利用できれば？ライトにピカピカしたらいい？1個、2個、3個か。これでよし。眩しいよー。眩しいよーってなった。そっかそっか。ライトを使って。こっちなんかあんのかな？ん？こっちが本ルート？手前みたいなじゃん。よいしょ。わあ、まさかあの警備を抜けてきたのか？もしやその腕なら、ついてきてくれないか？ほうほう。え？下行くしか結局ないの。こっちだ。はい。はや？どこが本筋かわからない。さあ、ここだ。私の勘が正しければ。うん。君ならあの力を、あ、これもらっていかなきゃダメっぽい。こっちが本ルートっぽい。ようこそ秘密結社へ。秘密基地から秘密結社に来てしまいました。君ならこの装置を。どういうこと？これ？こう、そしてこう、これで、はぁ、あ、はぁはぁ。シュッ。合わさった。あ、なんか開いた。結構なんか大掛かりな装備。順番的にも合ってそう。再び司令室が使えるぞ。だって。ここで、姫様だけど、怪盗になっていく？
怪盗プリンセスになるの？じゃん。おお。かっこいい、ファントン。サポートドローン起動だって。意外と。お箱は。そこからビルに侵入してくれ。我々は君をバックアップする。おお。こういうこと？おお、かっこいい。よいしょ。うわ、怖い。でも、あん、あ、こういうこと。よいしょっと。はあ、難しい。怖、怖いよ、怖いよ、怖いよ。キュル。あ、取りそびれちゃった。コイン欲しいでちゅ。そういうこと。ああ、ちょちょちょ、間違えちゃった。んー、ここから入っていってこわ。よいしょ、入った。ん、怪しい。明らかに怪しい。鍵が大変。これをどうにかしなきゃいけない。ほう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 、ちょっとスル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 、お機能いただきまちゅ。で、ほいっと、できた。おお、こわ。はいはい、ジャンプジャンプジャンプ、ヒュッと、ひょいひょいひょい。ここはここ登れるやないかよ。まあいいか。なんだこれ。よっほよっほ。なんかいいの？あそこ一緒に行った方がいいのかな？ダメか。落とされちゃうっぽいな。一緒に運ばれていくわけではないの。よいしょ。ポチッとな。よいしょいっと。あ、いけね。戻ってきた。あー、そういう感じ。よいしょ。食らうタイミングでやってしまった。にゃん。よいしょ。あ、飛べない。ん、こっちから行けばいいのかな。分かれないか。やはりあそこが必要。しっかり見よう。ここが終わったら、よいしょ、ワン、ツー、スリー。よいしょ。あーん。まあ、そこ安全地帯だもんな。よいしょ。よいしょ。あ、もう一回か。もう一回あそこで滑車を取らなきゃいけないのか。ぐぬぬぬ。よいしょ。もう HP が怪しいから気をつけないと。なくなったら行くぞと。これ今良くないな。こういう振り子の方がいいな。よいしょ、よいしょ、えい、こうや。はあ、危なかった。 HP が1、ハート1個しかなかった。ドキドキ。
チュルンチュルンチュルン。トトトトト。お、なんだ。ほう。おや、開いた。よいしょ。シュタタタタタタタ。シュタタタタタタ。お。ん？どういうこと？ちょっと、ちょっとこいつは初見殺しでは。One more try。 うん、寄ってくる。はいはい、ビリビリがそこにあって、上はいける。はいはいはい、ちょいちょいちょいと、ビリちょいちょいちょいと。あ、そう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 、来るん。よいしょ。すっごい間抜けてる。どこで取るんだったんだろう。よいしょよいしょ。よっ、ん？ん？あ、あ、危ない危ない危ない。いやいやいや、いやん。ん？どこに？どこに？どこに行くのが正しいんだ？出口あそこか。真上行く。あの下行きたいときはどうすればいいんだ？この状態からここありできない。よいしょ。横に打てばいいか。よいしょ。こうでいいっぽいな。よいしょ。よいしょ。こうか。横だ。横に打てばよかった。ビリビリさせてしもうた。姫様をビリビリ地獄に落としてしもうた。お、宝石がザクザクじゃ。でも私は姫ですから。これくらいの宝石では驚きませんわ。たたたたた。やっぱ怪盗といえば。ん？ん？ん？ミアどこに？いたいたいた。よし、来たぞ。満月じゃ。美しいの。え？どうすればいいんだ。上まで来たけど。こっちか。ほいな。ああ、嘘でしょ。敵出てくる。そっから敵出てくる。あ、なんかちょっと。キッド様っぽくなってきた。怪盗キッド、怪盗キッド様みたいになってきた。あー、いやー、それ欲しい。それが一番欲しかった。かっこいい。ここの写真撮ってほしい。
かっこよかった。やむずしな、怪盗になるのはなかなかやっぱり大変なのだな。ハンバグラって押しちゃった。オリオンも取れなかった。まあまあ、初見ですのでね。お許しいただいて。これは結構なかなかギミックが難しいございました。さてさて。あとは、ミサキングチャンネルさん、もう一回チャレンジすれば大丈夫ですよ。ありがとうございます。さてさて、とりあえずクリアしたので、次は剣士様バージョン2、剣士と亡霊の城。あれ、おリボンの形が変わってる。ロゼッタみたいに、ロゼット、ロゼットみたいになってる。ロゼッタだぞ、キャラか。ロゼットみたいになってるね。亡霊の城やだなぁ。お化け出るの？お化けはあんまり。ちょっと管轄外なんですが。お化け管轄外でございますが。それかな、テレサちゃんとか出るのかなぁ。あれ、最初からこの格好だ。かっこいいじゃないですか、姫。共に来てくれ。話が早い。静かだな、誰かいないか。この城は俺様がいただいた。わあ、大変だ。お化けにさらわれた。お化けにさらわれるってどうしたらいい。無断で入るやつはこうだ。お化け鎧だ。剣士様、助けてください。もう、あいつらの変な力で閉じ込められたんです。あいつらを追い払ってください。お願いです。お、すごい。この剣の切れ味やばい。よいしょ。すごいすごい。牢屋なんて一撃や。ドド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 ン。いいいい、ありがとう。こちらこそありがとう、コンペイトウ。あ、剣士様のところコンペイトウ少ないね。ここアピールゾーンだ。アピールゾーンっていうのがあるんですよ。このようにポーズを決めると隠し部屋に入れるという、そういうね、謎のシステムがあることを知ったんですよ。配信後に。みんなに見せてあげられなかったんだけど。これで、こうすると、また戻れると。シュッ。なんかね、入れるんですよ。あそこにね、キラキラがあったりするの。剣士様、助けてー。わあ、体がー。おやおや、中ボス戦だ。後ろに回らないと倒せない。ふう、わ、怖い、いっぱい出てきた。やだやだー。どれが実体なんだ。さすがと言っていただいたが、どこが実体だかわからんかったぞ。ありがとう、みんな優しく褒めてくれて。褒められて伸びるタイプです。貴様、また落としてやる。やだー。ジャンプジャンプ。お、ジャンプジャンプジャンプ。ちょーっとー、危ない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 。よっほっほ、よいしょ。あ、落ちた。よいしょよいしょ。
ない。ギリギリ。あれ、宝箱欲しかったですけど。あれ、持ってかれちゃった。ああ、落ちてくるの？あれは、さらわれてはいけないやつでは？あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あれはさらわれてはいけないやつだ。ギリギリここ間に合うかな。ちょっと、ちょっと、ちょっとやり直させてくれ。わお。ちょっとやり直させてくれ。やり直してくれるかな。あそこからだったら悲しいけど。お、来たこれ。来たこれ、来たこれ。来たこれ、来たこれ。よし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 。もう一回ね。はい。頑張ります、頑張ります。てて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 。てて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 。えいよ。で。あー、間に合わない。待って。あれ、どうやったら間に合うんだ。あれ、間に合わなくないか。いや、でもあれ絶対間に合わなきゃダメなやつなんだと思うんだよな。でもいや、完全に仕方…あ、ここにもいんのか。こいつか、こいつか。なるほど。1回目は間に合わないんだ、絶対あれは。落ちちゃう落ちちゃう落ちちゃう、あーん、吹き飛ばされちゃう。よいしょよいしょーよっ、で、こうや。よいしょー、よいしょ、よいしょ、よっと、ふう、なんとかなった。よかったわー、ハートいただいて。こうかしら、もしかして。関係なかった。終わればいいだけか。にゃーん、2個も落としてる。どこにあったの？こりゃでもなんか途中でアピールゾーンを見落としてるとかもありそうだな。コンペイトーが足りないよー。おとなしくしておけばよいものを。大森司令。どこだ？アピールしてる場合じゃない。ん？今当たった？そうでもない。今の当たってなさそうだったね。よいしょ、よっ、んー、上のやつ切ったりとかした方がいい。正面から当たりに行かない方がいいってこと？あ、でもカチンって言ってたの。後ろをやるしかない気がすんだけどな。いよっ、よいしょ、うーん、来い来い。あれ、倒し方がわからない。えい、んー、いよっ、逆に真ん中の方がいいのか。よっ、ダメだわ。きらめいてる。よいしょ、よっ、当たんないんだけど。
避けることはできるんだけどな。あそこに映ってる時とかじゃないとダメだから、そういうなる。よいしょ。あの尻尾怪しいけどな、飛び出てるやつ。尻尾のとこかじらせろ。尻尾。他なんかないのかな。よっ。あ、なんかできた。ジャンプと避けを同時にすることによりなんかできた。ん？危ない。よ。お、地面戻ってきた。お、今度はこっちに向かってくるのかな。あ、そんなことない。もう一回こっちから来る。よ、できた。ジャンプ避けだ。ジャンプと避けを同時に押すんや。なるほどね。どっちから来るの？ノーエンだけじゃちょっとできない。なんか多角的に襲ってくるようになったな。よいしょ。あー、ダメだ。ジャンプが無理。ジャンプと一緒にならなかった。来い。ぐぬぬ。来いよ。横の方が失敗しない的なことよ。来た。はあ、なんとかなったー。同時押しっぽい感じだった。同時押しするとできるっぽい。むずっ。特にヒントなしだからな。やったー、頑張った。やりました。イエイ。剣士リボンをゲットしました。ナイス、ありがとう。よし、これで3回いけるんじゃないの。なんか扉が出るんだ、きます。へぇ、早顔ギョギョした。たらこと明太子さん、お名前が美味しそう。スキミうどんさんもかぶってくるとすごく美味しそうだね、みんな。美味しそうな名前のコメント欄。ありがとう。キラリスターはいなかったけど、剣士の話は元通りになったみたい。一体どんな話だったんだろうか、もともと。なんだ。剣のマークが宿った。今のってキラリスタの。確か主役を演じられる人に託されるキラリスタの心っていうのがあるって。すごいよピーチ、君は剣士の心に認められたんだ。すごいレカ、僕の誰か。地下の方から聞こえる。行ってみよう。あれ、上じゃなくて下行くの。上じゃなくて下。
上に行けるものだと思っていたぞ。下があるんだね。え、なにこれ。劇場にあっていいもの？ここって。なんだ？おかしいな。地下にはこんなものなかったのに。なかったんかい。そうか、剣士の心が託されたことで見えないものが見えるようになったんだ。すごい超能力を。レカ、誰か聞こえないか。ここから聞こえてくるよ。よーし、行ってみよう。うわ、ちょっとめっちゃコスモだったけど大丈夫？小宇宙と書いてコスモだったけど、そんなとこ飛び込んじゃって大丈夫？どうすんの？見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。うわ、なんか不思議なことになってる。景色がめちゃくちゃだ。ここはお話の中じゃないよ。現実？ピーチ、気をつけて進もう。お、なんか強いぞ。しかし、壺は全部割っていくぞ。お、いっぱい来た。壺の中に入ってるのかな。こっそり隠れてました。あれ、1個、すでに1個ない。すでに1個ないということは、この辺にあった、隠されていた、どこかに。そんなわけあるか。あ、ここにあれがありますな。お立ち台。ZR。お立ち台から。失礼して。次は、コウモリか。よっしゃ、取れたー。コンペイトをいただきました。よっしゃ。さて、次の壺を割って。まっすぐ向かってくるのは、不作ですぞ。お主ら。そうそう、飛んでくるぐらいしないと。お、かっこいい。敵を見逃さないことが大事なんだね。なんかめっちゃいっぱいハートもらったけど。誰か来てくれって言ってましたね。じゃあ、危ない危ない、全部片付けておきましょう。何か怪しいもの。おーっと。コンピューターを発見しましたよ。大切なものは。あ、なんとおじさん、こんなとこにいたの。助けられてよかったし、ですぞ。あっち行っちゃうとこでしたぞ。剣士キラリスタが今助けるよ。その姿、君は、それは、うん？それにステラ君、気をつけろ。ここはステラ君は劇場では有名人なんだね。グレープ様のため。
かわからなかった。別のこと考えてる。よしよしよし。ほう。そい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 っと、お見事って言ってくれてる。よく見たらテロップで。どうだ？当たったか？当たったか？よし！ビチ、ズルズル、ポトリ。よし、いただきました。星5つです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？片目隠れの方。ありがとう。助かったよ。まずはここから脱出しよう。む、おー、かっこいい。守ってくれた。不意打ちとは卑怯な。僕が剣を弾くタイミングに合わせて。おー、すごーい。クロススラッシュが決まりました。すごい。バイカラーの剣士リボンをいただきました。すごいすごい、かっこいい。一個一個こういうのがあるってことだね、きっとね。こんばんは。製品版買ってみやぞんのとこまで進みました。ありがとう。並走してくれてる、ありがとう。おー、戻った。色が戻った、綺麗に。パチ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 。剣士様は救えたね。まさかキラリスタを閉じ込めちゃうあいつらの舞台空間があるなんて。でもこれならお話を元通りにすれば他のキラリスタも助けられるかも。君たちのおかげで助かった。まさか力を奪われ捕らえられるとは。次は僕がみんなを守らねば。改めて感謝を。ありがとう。かっこいい。お姫様のお辞儀の仕方もとってもかわいい。ピーチ姫もラブリー。じゃあ僕たちももう一度2階に行ってみよう。さっき間違えてキラリスタの声でステラのやつを喋り始めてしまい、そのまま無理やり続行したことをお詫び申し上げます。まあいいかみたいな。続行してしまった。さてさて、2階にだから扉が出ているはず。出てきていいので、4箇所開けたからね。カニ100多いと大変ですね。そうなんだよね、間違えちゃうんだよね。あとね、クエスチョンマークの CV が誰かわかんないくて困る。リテイク案件。そうそう、なんだい、光っている。まだまただ、あの扉が。よし、2階のボスですな。よーし、きらめきの力で扉を開けるよ。集めたきらめきストーンを僕に預けて。多分足りてると思うんだけどな、1階でいっぱい集めたから。
15個でよかった、よかった。お願いします。こいつで扉を開けちまってください。これでもね、カービィちゃんの時のワドルディちゃんってことだもんね。これを集めておかないと、開けられないみたいな。頑張れ、頑張れ。おーい。また宇宙が広がっている。みんな勇気あるよ、この中に飛び込めるのは。みやぞん腰抜けちゃって絶対無理だよ。こんなぐるぐるの中になかなか飛び込めやせん。だいたいね、こう、勇敢だよ、やっぱり、ピーチ姫は。ん？お前らか。劇場をちょろちょろ動き回っているのは。女の人っぽい。どうかしら？この私、グレープの演出する恐怖のショーは楽しんでもらえているかしら？そうそう、聞くところによると、お前たちがせっかく私が閉じ込めたキラリスタを助け出したそうじゃないか。ふん、面白い。でもね、一人くらい助けたってどうもできまい。ホリゾント、少し遊んでおやり。お前たちの演技、見てあげるわ。やっておしまいってやつね。ヘビだわ。ホリゾントスネークさん、おねしょーす。ん？ふんふん。ふんふん。よっ。よいしょっと。そそそそそそ。そそそそそ。あそこのやつに、キラキラをかければよいかな？おっとっとっと。キラキラー。よいしょ、よいしょ。どう？セーフ？アウト？今の？あ、ここ見えちゃう。よいしょ、よいしょ。お、落ちてきた。えいえい、えいえい、えいえい。割れた。お、ハートだ。やった。いただきまーす。次のステージ？はいはい。よいしょ。あ、でもそれはそれでいいのか。あん。アンチがやられてしまった。よいしょっと。よいしょーっと。よいしょ。ほう、あ、戻されちゃうんだ。ふーん、なるほど。あ、この上に高校があるのか。ナイスナイス。足場があったね。よいしょ。あ、なんで私やっぱこんなジャンプ下手なの。ジャンプ下手やー。よいしょ、よいしょ。あ、大丈夫だった。ふう、こう、椅子地になるってことね。よいしょ。あ、こりゃダメだ。戻ってきちゃうから、一緒に行けばいいか。よいしょ。よいしょ。あん。でも隠れるとこが違わないから、こう行っ
け八の字になってるから、やっぱ一緒に行くのは正解。ちょっと失敗しちゃったから、ちょっと戻ろうかな。よいしょ、よいしょ、よい。あ、ここがまずい。こう行って、こう行って。あそこはきっちり舐めるようにぴょろぴょろしてるから戻ってんー？うん、ここかな、ここで行けばいいのかな、この辺とかこうかな。いや、捕まっちまったな。ここで見る、ここも見る。あそこちょっと上行くんだよな。やっぱあそこでこの上行ったタイミングで行くしかないのか。だからこれ待ちでここで待ってればいい。こうじゃ、こうじゃ、そしてこうじゃ。あー、間に合え、間に合ったー。よいしょー。ふー、やばかったー。ハートくれないの？あ、くれた。よかった。ふー、セーフセーフー。やぞ賢い、褒められた、やった。次はこっち見る、こっち見る、ジャンプ、A と B すぐ間違えるからね。気をつけない。うん。こっち行く。こっち行く。こっち行く。まあ、このままこう行くしかなかろうてな。こっち行く。こっち行く。左行く。下。あ、ちょっと、ちょいとでもバレたらいかんのや。あっち行く、ほいしょっと。あ、なんだこれ、ギリギリよ。シュッと、よっよっ、できた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 ぞ。そいでぐるりん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 、まあ行くか。よいしょ、よっよっ、抜け出た、セフセフ。次は上か。なるほど。まあ行った時にで、戻るしかない。よいしょ、なんとかなれー。なんとかなった、ありがとう、ハチワレちゃん。よいしょ、よいしょと、よっ、なんだあれ、3箇所あるね、3箇所あるわ。右に3箇所ある、なかなかですな。キラキラー、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あん、よし。あー、一回しかコンテンディングできない。でもここから痩せてくれんだ、サンキュー。これは難しいな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、これドタマだと。いや、そんなことないか。よっ、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 
ドア玉ではなかった。途中からだと。左に行った時に、ま、行くしかないじゃん。え、なんだ、何にやられた今。響子、出てきたやつか、ちっちゃいやつ。もうちょっと観察しよう。こっち行ってるときは、尻尾別に、行ってこないんだけどなぁ。よいしょ。まあ、ここで尻尾が出る。蛇出る。あ、こいつに当てればいいのか。納得。あ、ちょ。あれ、なんでどこがダメだった今。はて。惜しかったなー。あと1ハートしかない。いや、絶対嫌です。絶対ステージクリアするです。するです。くそー。隠密行動。するです。おしょいおしょい。なこう。よしよし、無傷。よっしゃー無傷でした。にゃっ、よし、よし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 、クリアしたことにできるのかこのゲーム。そうなんですよお子様向けなので、幼女向けなのでね、どうしてもクリアできないときは救済措置が設けられているんでしょうね。大人なので、心は幼女でも、大人なので、しっかり自分でクリアしましょう。うん。2階にも明かりが戻った。あのグレープってのが僕たちの劇場を。もう、こい、全然楽しくない劇に変えてるんだ。絶対に許せない。もう好き勝手なことさせないぞ。早く他のお話も元に戻さないと。うん。正しいお話も見たいですけどね。みんなのきらめきじゃなくどんよりだ。うまいこと言ってる。どんよりだ。これ幼女向きなのか、多分そうだと思うんですよね。お姫様が主人公ってそういう感じがしますけどね。お、パティシエ2と、ここ何、カウガール2と、これは、あ、これ初めてだな。カンフーじゃない？初めてのとこ行きましょう。チュンリーになる。キエさんはチュンリーになる。ミッション、エイリアンクライシス。やだ、エイリアン、やだ。怖い。でも、しかもそれ終わりでしょ？捨て頃でやっていくんでしょ？姫様が捨て頃で。
暴力表現がないから全年齢かと。暴力表現がないことはない気もする。捨て頃で戦うんやろここから。大変さらわれてる、助けなきゃ。なんだ今のは。僕らもさらわれちゃう。シェルターに逃げなきゃ。誰か力を貸して。助けるじゃん。次はドイツだ。ぬぅ、空から撃ってくるとは卑怯なり。危な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 。落ちちゃった。お、なんか発電機っぽいものあるじゃん。発電しそうな何か。お、落ちる。助けるぞ。かなり宇宙人っぽいものが出てきた。私の書いた某フロントウィングさんの社長さんみたいな敵が出てきてしまった。あー、めっちゃ炎上してる。炎上怖いよ。どうしよう。あ、噴水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 。もっともっと噴水するのだ。きらめきの力で噴水したぞ。やったー。シェルター到着。へー、このあたりはもう安全。この先も心配だ。あまりにオフィスエリアと連絡できない。何が起こっているんだろう。何が起こっているんだろうね。あと世界観もよくわかんないんだね。よし、もらった。燃えてる。オフィスエリアが燃えてる。早く助けに行かなきゃ。どうなってるんだこの世界観。これが劇場なのか本当に。大丈夫ですか。助かった。お嬢さん、ただものではないな。プリンセスピーチと申します。すごい、星のルディちゃんみたいなことやってた。その腕を見込んで協力してほしい。とりあえず乗るもんだってわかるもんだね。あれに入るんだみたいな。エレベーターなんだみたいな。博士、無事でしたか。そちらはわしらの光、希望の光じゃ。システム起動。了解。お嬢さん、あんたならば。なんだなんだ。変身バンク参ります。キラリン。あ、違った。カフじゃなかった。こす、う、うん、コズミック、あ、違った、スーパーヒーローピーチだ。タイバニみたいなこと。うむ、まさに正義のきらめきじゃ。頼む、町を守ってくれ。あ、こちらへ。どちらへ。そちらでよい。誰かー助けてー。スーパーヒーロー剣山、私に任せて。うわやばい、サイコガンがあるこの腕に。オフィスエリアのシェルターに行きたいんだ。僕たちを守ってくれる？ちょっとじゃあ慎重に進まないとじゃない？シェルターには行かせないぞー。かませおつ。そいそい。
い、そい、そい、ピーチ姫のこのパンチを食らえ。よし、全員助けた。よかった。宇宙の平和は私が守る。人数増えたな。こんな邪魔な車なんて片付けちゃうわ。燃えている、燃えてるのはそっとしといていいの。えい、みんな通るんだ。じゃあバスは捨てていきます。よっこいしょっと、よっこいしょっと。え、捨てていけない。あ、ここにも、ここにも使うんだね。えい、よっこいしょっと。すごい力技。これはほんまにプリンセスのすることなのか。うちになんかあるかな。何もないかな。チェックする癖がついてしまった。使ってないよね、ここ別に。あ、でもこの3、ミヤ、賢い。これはミヤ、賢い。よいしょ、でもジャンプは下手。ジャンプは下手。コンピートはくれなかった。ショック。この三角か、他にもあったような気もせんでもないな。まあよし。中ボスっぽい。みんな捕まえる。これは全員無事なのかな。助かった。まだまだ捕まえる。よっ、なんだこいつ。全員無事か、大丈夫かい。あ、よかった、コンペイトがもらえたということは全員無事だったんだな。よし、次だ。あ、アピールタイム。ここは三角なのね。え、危な危な。さすがに UFO と戦うと思わんな。びっくりした。ピーチ姫は、あ、でもね、なんかよくあれだもんね、クッパ様ね、変なメカとも戦ってるもんね、マリオ。ありがとう、ここなら安全だ。よしよし、なんかいっぱいお礼をもらった、ありがとう。みんな気をつけるんだよ。して、私はどうすれば？お、家ごと、家ごと持ってった。シェルターごと。あらま、博士来た。おお、ヒーロー、遅くなった。こんな時のために用意していたものが。さあ、この装置に急いで。何、私にも宇宙船くれんの？何型かな。あ、違う、生身で。頼むぞヒーロー、その力でみんなを救ってくれ。熱い。あ、なんかシューティングになったんですか、もしかして。やめてくださいよ、私弾幕系シューティング苦手なんですから。下手くそなんですから。
むずいむずいむずい、怖い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 。みんなを助けてくれてありがとう。だって嬉しい、褒められるのは嬉しいけれど、あれちっちゃ、意外とちっちゃい、ちっちゃいけど、すごーい、アメコミすごかった、強っ。Thank you very much. すごーい。はあ、でもリボンもらえる人に会えなかったな。どこにいたんだろう。ちょっと、ミスりましたね。でも、コンペイトは全部取れたよ。やった。そうか。スーパーヒーロー。なるほどね。よしよし、クリアです。いい感じ。こっちは何かな。こっちの手前が、あ、マーメイドだ。気になっていました。行きましょう。ずいぶん右側と左側で雰囲気違うな左側はカウガールとスーパーヒーロー、右側はパティシエとマーメイド、女児向けと男児向けみたいな感じの分かり方してるマーメイド気になってましたよ。泳ぐのかな。お、いいね。南の島、ここはマーメイドのお話だよ。今日はコンサートだって。早速歌を聴きに行ってみようよ。歌？あなたもコンサートを見に来たの？みんな来てねー。歌姫が来るぞー。ヤシの木が、ヤシの木からコインが出るヤシの木からっていうか、ヤシの実からコインが出る。早く行きましょうって言われてる人で申し訳ねえ。何何、下で大変なことが起こってる。弱っちい亀だぜ。なんてひどいことを。え、浦島太郎始まっちゃう。歌ってあげて。あなたのおかげで歌声が届けられたわ。お礼に亀さんが乗せていってくれるって。どうぞ背中に、だって。さっきの下側の子たち助けられたのではないだろうか。会場はこっちよ。やっぱりな。最初の1個、コンペイト事件だったっぽい。歌姫は一体どこに行ったんだ。もう開演の時間なのに。歌姫がいなきゃコンサートは中止よね。どうにか見つけられないかな。なるほど、歌えばよろしいと。
なんだろう、ここ。ひょっとして、ここが歌姫の神秘の場所？何かがないか、異常に探してしまう。神秘の場所に来て、マーメイドピーチに、なれるかな？せーの。どうやって立って歩くのかしら。パッパヤーン。おやおや、歌まで上手くなっている。もしかして生足魅惑のマーメイドだ。すごい、オペラみたいな歌声に。君のその声、歌姫の声にそっくりだ。実は歌姫の姿が見当たらなくて。お願い、僕らのステージで歌ってほしい。なんとまあ。お客さんが待ってる。会場へ来てくれないか？なんかあれだなぁ。私のせいで、オンチっていう、こう、属性がついてしまったキャラがいるにもかかわらず、歌姫という、こう、設定のキャラクターに配役された時の私の気持ちみたいな。心臓がバクバクしている。僕らのコンサートへようこそ。今日はスペシャルな音楽をお届けするからね。では最初の曲は？ん？うつぼちゃんとか可愛いな。わあ、なんだ、見ない。にゃあ、さらわれた。これではコンサートがなんとか開催できると思っていたのに。どうかお願い、メンバーを助けて。わかった、ちょっと行ってくる。よくわかんないけど。どういうことなの？うまいこと取れない。これ、どうやったら取れるの？ん？これなんか難しいな。ん？私、歌うことしかできない。C を B をしながら L を倒すと歌が届くよ。おいお、こういうことか。操るのね。こう魚を操って。パカンチョ。なるほど。僕特にキラキラステージはなかったような。なかったような。なんかいっぱい出た。魚こっち来れないのか。誰か出して。わーはーはー。まずこっちを開けて。
お魚ちゃんたちを増やして、さらに下にもいたわ。よしよし、いいぞいいぞ。こんだけいればいけるんじゃない、でかいのも。行くわよ。にゃ。それ。まだ。まだ足りない？あ、いけた。うーん、よいしょ。開いたー。お、一人助けた。他のメンバーも一緒に探そう。パチパチパチ。あれってどうすればいいんだろう。海藻の裏と言われました。あ、なんかちょっと今ちょっと動いた。こうか。パカパカ、ふん、イエイ。ん？うつぼちゃん？はっ！私の大好きなコンペイトーがあんなところに。いただき。あ、これは順番が違うな。よいしょ。ここからか。黄色からかな？黄色。よいしょ。おいでおいでー。黄色の次は赤だ。よいしょ。で、みーろーり。みーろーり。あり。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よっ、こうか。うーんしょ。で、こっち来て。ちょいと癖があるな、やっぱ。よっ。よっ、とい。はあ、はあ、はあ。ほんのー、あ、ぴちょ。すまんすまん、そんなつもりはなかったんだ。すまんすまん。キラキラしてない。あ、でもそれっぽい。よーし、見つけた。人手の真ん中。これも全部あれか。もうお魚か。お魚さんお願いします。すごいお魚をこき使う。マーメイドと言いつつ、お魚こき使い芸になってしまった。もう何もないかな？なさそう。では帰りましょう。ありがとう、手伝ってくれて。行きまーす。カメさんをなんとかしないと。はあ、なるほど。あ、でも一匹ずつでいけるのか。
や、あっちに1匹必要だな。こうしてこうしてこうか。ぐぬぬ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 ぬ、よっしゃ、よかったよかった、無事に起き上がれたね。やったー。して私はどこから、あーあった、できたできた全員揃ったぞ、急いで会場に戻らなきゃ、きっとお客さん待ちくたびれてるよ。よしよし、会場まで送ってくれるって、カメさん優秀。やっぱどの世界でもカメは運んでくれるんや、心が優しい。お、みんな喜んでくれてる、ただいまー。ではでは、コンサートみんなを助けてくれたんですね。早速再開しましょう。人数足りてるっけ。みんな待たせたね。今日はスペシャルなコンサートにするからね。あれ？ここリズムゲーってこと？え？当たった。当たったら押すってこと？え？どういうこと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 ？やり方教えてよB を押しながらお魚が来る方向に合わせて L を倒し、一緒に歌おう。は？お魚方向に倒しとるがね、うん、合わせて色を倒してるぞい。ちょっとわかんない、わかんないわかんない、ちょっと待って、わかんないわかんないわかんない。あ、黒方向って右ってこと？迎えよってこと？そうっぽいな。罰だった一箇所ちょっとできなかったもんねはあ、でも面白い。なんか初めての体験ではあった。わあ。難しかったの、でもこれはちょっと。ありがとう、ナイスありがとう、ナイスありがとう。いや、難しかったですね。いろいろ難しかったですね。ちょっと、これの、コンペイトー拾いはなかなか骨が折れそう。よしよし。まあ、とりあえずクリアはしたからよしと。で、誰かがグリープ劇団を追っ払ってるらしい、わしでござる。パティシエやろうじゃん難しかった、パティシエやろうじゃん
ナイトメアパーティーへようこそ。結局ね、あの後パティシエも何回かやったんですけど、結局美しいケーキを作るのは非常に難しかったですね。クッキーはね、別パティシエちゃんたちが来てくれたところで混ぜ混ぜすると、ちょっとの時間で大量のクッキーができるっていうね、ボーナスがあったんで、それでクリアができたんですけど2回目は最初からちゃんと変身した状態でいけるんだね。お菓子ちょうだい。ハロウィンパーティーやってるよ。お菓子配ってるよ。ちょうだいちょうだい。ちょうだい。お菓子食べたい。なんかすいた。あれ何？行こう行こう。おいしい怪しいお菓子だよ。ハロウィンだとおいしい怪しいお菓子だよって言われても、まあ正解って感じがしちゃうよね。お菓子が食べたい。やばい。やばいやばいやばい。お菓子が足りないよ。特別なクッキーがあればな。どうすればいいんだ。止まって。かじられてる。ディスプレイがかじられてる。きえー。おーい。みんなを元に戻したいんだ。君の力を貸して。よし、クッキー作ろうじゃん。みんなここに向かってるんだ。食べるっぴ。うわすごい。おかしい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 。そうだ、君のお菓子にはみんなを幸せにする力が。それを食べればみんな元に戻るかも。僕らがみんなを抑えてる間を早くお菓子を作って。はーい。ぎゅー。次は？よいしょよいしょよいしょ。ほい。前回よりイージーだぞ。次は？よし。かわいい。ケーキ全部かわいい。食べたーい。よっ。いいじゃなーい。おいしそうじゃなーい。食べたいなー。いいなー。上手じゃない？みや、これこれ上手だったんじゃない？ぐるっと一周ね。よし、いい感じ。今日は調子よ。お顔。はい。チコンドイのこと？チコン足りなかったのか。次は、お顔を完成させてあげたい。かわいそう。結構早く頑張ったんだけどな。頑張るぞ。速さが命。よいしょよいしょ。そして次は何だっけ。いいよいいよ。よいしょよいしょよいしょ。いけるいける。よし、なんかくるくる難しい。よいしょ、はい。あとお顔ね。お顔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 。
よし。できたー。よし、完成。じゃん。やったー。やりましたー。みんな元通りだ。君のお菓子は特別だね。向こうにいる子供たちも元に戻してあげて。ふぅ。でひひ。向こうってどこだろう？こっちかな。お菓子ちょうだいちょうだい。これか？よいしょ。ほーら、お食べ。お、おリボンもろた。よかったよかった、元に戻った。こうじゃないってことか。じゃん、この先もりもり食べてるお菓子や。あ、割れた。よしよしよし、さあ食べるんだ。ほいほいほい。もさ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 。絶対クッキーじゃなくてマフィンなんだけどな、作ってんの。ほれほれ、お鍋。よしよし、通れるようになった。よし、こっちのキッチンでもっと作れるよ。大変だ、どんどん来てる。おお、回転した。はい、クッキーを作ったら渡してあげて。急がないとみんな暴れちゃう。やば、僕は仲間を呼んでくるね。よし、はい、どうぞ。わしょいわしょい。ほい。はい。はい、次。お、ボーナスボーナス。よいしょ。次どこだ。次次。はーい、できた。お化けのクッキーかわいい。よいしょ。危な。嘘でしょ？行かないでー。あー、おい、暴動が起きる。暴動が、暴動が向こう側に、暴動が起きそう。やばい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 。暴動が起きる。危なかった。一個足んないけど、一個爆発させちったからな。あ、二個も落としてる。悲しい。数が足りなかったね。素敵なクッキーありがとう。君のおかげで元通りだよ。大暴れしちゃってごめんなさい。いい子だ。パーティー再開だ。君もぜひ来て。トリックオアトリート。なんだなんだ、とびっきりのクッキーを作るんだ。いっぱい作ろうね。みんな集まれ。ん、悪い鼻のやつが染まってきた。大変だ。わっせ、わっせ、わっせ、わっせ。どう？おいしい！おいしいの力でみんな元に戻ってしまったのでした。イエーイ！
バッチリですね。ちょっと半分しか取れませんでしたけど。パティシエは。クッキーの数がちょいと足りんかった。これであれかな、パティシエのキラリスタさんが助けれるようになった的なやつなのかな。ね、2回目だったから。ピロリン。地下に呼ばれる。地下ってどうやって行くんだろう。さっきなんか勝手に進んだけども。わいしょいわいしょい。どうなるんだろう。あ、一応下に行く階段あった。じゃあこれでいいんだね。こうしてファッショニスタ的なことなのかな。キラリスタ、どこだどこだ。パティシエの部屋はどこだ。あ、あったあった。闇のパティシエと幻惑のスイーツ。ドキドキ。幻惑のスイーツ。どんな美味しいんだろう。お腹すいたー。お腹すいちゃったー。幻惑のスイーツ食べたいなー。クッキー、クッキー。クッキー大好きなんだよなー。チョコチップのやつが好きー。ワクワク。ここも怪しげな空間だね。キラリスタを探そうよ。おや、うわ、パティシエキラリスタ、もう見つけちゃった。まぁ、ちょっとゾクゾクしい色してるけど。ようこそグレープ様のキッチンスタジアムへ。グレープ様だって。一緒にお菓子作りましょう。わお、シュポ。どうしたんだろう。様子が変だよ。追いかけよう。本当にバターと卵置きっぱなしで大丈夫ですか。特にバター溶けませんか。バター、お腹が空きましたぞ。あ、じゃあちょっと作ってくるか。待ってるのじゃ。この方がバターも供養できるでしょう。よいしょよいしょ。おじさん、これを食べ。食べるの早い。よかった。じゃあ行ってくるね。ん？真っ暗。待っていましたわ。さあ、楽しいお菓子作りの始まりよ。お題は3段のキャラクターケーキ。先に完成させた方の勝ちよ。作り方知らんけど。レディースタート。ん？一応向こうの進捗も出るんだ。焦るわー。3段ね。1段目が完成ってことこれ。チャレンジャー、これは早いです。しかしキラリストの本領はここからです。こんな方、こうしてこうや。よいしょ。
キャラクターケーキって感じじゃないけどな、まだ。チャレンジャー2段目完成、キラリスト早く作るでーす。ピン、あ、ここがキャラクターケーキなのね。よっと、目目、あれ、目を押した瞬間に勝者キラリスタなのです。チャレンジャー残念無念。あれ、ボタンを押すのがほんのコンマ何秒か遅かった的な感じやなんだよー、可愛いお顔にしてあげようと思ったらあだになった。そう、速さ命、速さ命ですぞ。チャレンジャーこれは速いです。しかしこれキラリスターの本気はここから。にゃは、よしよし、チャレンジャー2段目完成、キラリスト早く作るでーす。よーし、あとはよいしょ、ぐるりとしておめめおめめと。危な、飾り付け完成を押すの忘れたこれでどうよできたわよ。あなた3段目までいけないじゃない。チャレンジャーの元気の完成です。そして3段目のケーキは来ました。2個目、え、私の1個目のコンペイトはどこにあったの。ふん、見た目が良くても味はどうなのかしら。美味しいわよこんなに、お、美味しいはだけちゃう。なんて美味しいのかしら。元に戻ったお肌けしなかった。あなたのお菓子ってとっても美味しい。最高の気分よ。よかった、いつものキラリスタに戻ったみたい。さあ、こんなところから出よう。こっちこっち。どこに行くつもりですか。私とも一緒にお菓子作りしましょう。あそこから出られそう。パタ、あ、出口が。ようこそキッチンスタジアムへ。ここからは逃さないです。次は私と勝負です。ここから出たければ私に勝つことです。何勝負なの。やるしかなさそう。でも私とあなたが力を合わせれば。とにかくクッキーをたくさん作るです。先にお皿いっぱいに作った方の勝ちです。では勝負です。よいしょ、なるほどね、邪魔してくれのね。ちょっと少なかった、混ぜが少なかった。よいしょっと、あいつから遠いところで作ればいいんだろう。よいしょ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 。
しょよい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 しょよし、二人で作ったぞ。よし、ほい、お、終わった。よし、じゃん、イエーイ、勝ったけど、勝ったけどバッテンついた。なんでよ、なんでよ、協力できなかったからあんまり。それかあれかな、潰されちゃったらダメとかなのかな。まだダメなの？それなら私たちの特製クッキーを食べてみて。これで爆発したらどうするんだろうと思ったけど、爆発はしない、しないタイプのクッキーて、てってれー、美味しすぎるでーす。チリになって消えた。美味しすぎて光の粒になってしまった。素晴らしい。パティシエリボンバイカラーを手に入れました。やったー。ちょっと失敗したけど、やったー。二人目のキラリスタを助けることができました。やりました、やったやった。今日はここまでかな。じゃじゃん、パチ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 。あなたのセンスとってもいいわ。というわけで、二人目のキラリスタさんを助けることができました。やったー。ちなみに、前回みんなにお披露目できなかった要素を一個ご紹介してから終わりたいなって思います。ここのね、写真家の方がね、いるんだけど、そのステージのコンペイトを全部撮ると、こうやって写真をですね、撮ってアルバムに、一番かっこいいとこだ、収めてくれるんですよ。なかなかね、いい感じ。どこでもか、これ新しいやつ、捨て頃で戦ってるとこ。なんだって。これをね、埋めて見返すのも楽しみということで、しっかりまたコンペイトを集めたいと思います。あー、かわいい。これでみやぞーちゃんところの感じになるんじゃないですか。キラリスタ、キラリスタじゃねえわ、ステラちゃんが。衣装図鑑にマーメイドピーチとスーパーヒーローピーチとハイトーピーチもしっかり。登録されております。バッチリだね。何もあれだな、全部。おリボン。いいですな。かわいい。次回からは、このピンクコンビで、やっていこうと思います。ステラちゃんもね、ピンクのお洋服になって、とってもかわいい。変身シーンがね、そうすると、すごいビジュアル揃った感じになって楽しいんじゃないかなと思います。いやー、今日も
ピーチ姫はかっこよかったり美しかったりで素晴らしかったですね。ありがとうございました。やったー、楽しかった。そう、どんな写真撮ってくれたかなってね、確認するのが楽しみなんだよね。よいしょよいしょ。はい、ということで本日もプリンセスピーチショータイムを一緒に楽しんでいただけましたでしょうか。楽しかった。いやでもマーメイドはね、結構ね、あの予想外だった。どうなんのかなと思ったら、歌でね魚ちゃんたちを操って酷使していくというね魚ちゃんたちからすると社畜ゲーだったね意外だったけど面白かったです。回答はね、ペルソナ5みたいだったねジョーカーみたいだったね、かっこよかったねもうちょっとね隠密行動が得意だったらよかったんですけど、ちょっとね目立ちがちなのとジャンプが下手だっていうね伝統の秘密基地伝統のジャンプが下手がちょっとバレてしまいましたけれども、いやー面白いですね。衣装でゲーム性が大きく変わるの素敵ですね。ねえ、なんか私あの忍者の2ステージ目がめちゃくちゃ楽しみなんだ。忍者ステージめっちゃ楽しかったからはい、というわけで次回もぜひピーチ姫の活躍見守っていただけると嬉しいです。今日は見に来てくれてありがとうございました。ではでは、また次の配信でお会いいたしましょう。またね、ありがとう、おやすみ。いやー今のところやっぱりなんかケーキのやつは可愛くていいな。あのゲームもっといっぱいやりたいな。でももうパティシエクリアしちゃったから。あとね、やっぱ忍者が楽しみで、あとマーメイドでウツボさんがぐるぐる回ってるのめちゃくちゃ面白かったなあとね、下手だけど怪盗も面白かった。剣士はデタラメにボタンを押しててもめっちゃ強いから下手っぴでも安心なのがすごい良かったですまた次回も一緒に楽しんでくれると嬉しいです。ではまたね。